今日は新商品の紹介をしたいと思います。タスコのダブルヘッドトルクレンチ、TA771WT23 ってやつですね。23がこの2部と3部の、頭が両方についてますよってやつなんですけども、こちらの紹介をしたいと思います。今回はこちらの、トルクレンチなんですけども、ちょっと他メーカー、あとタスコの標準タイプのやつですね。こちらのやつと比べてみたいんですけども、こちら BBK のラチェットトルクレンチ、弊社でもよく出るタイプなんですけども、フルオープンになって閉まるってやつですね。で、あと、まあ、スタンダードなんですけども、一番よく出てるモデルですね。長さ的なものを言いますと、やっぱり、一番長くなります。BBK のラチェットトルクレンチは、脱落防止のこういうのがついてて、まあ、腰道具が手元から滑って落ちても、まあ、高い高所の作業の時には、安全にできるのかな。こちらは、ついてないんで、ちょっと別でつけなきゃいけないんで、そちらの方も気をつけていただきたいなと。で、今回のやつはここに引っ掛けるところがついてるんで、ワイヤーかなんかを引っ掛ける感じになるかと思うんですけども、転落防止というかですね、落下防止の措置ができるようになってます。重さ的なことを言いますと、やっぱり、こう、見た目もそうなんですけど、やっぱり、一番重たくなります。長いですし。で、頭の形状ですね。を並べると、よくわかるんですけども、厚みが全然違いますね。この、面が広くなってるんで、その分しっかり、ホールドできると思うんですけど、で、人間の形っていうんですかね、こういう押さえがしっかり効きやすい感じになってるのもいいと思います。まあ、トルクをかけて締めるんですけども、通常、こちらの、モンキーだったりとか、スパナだったりとか使われてるかと思うんですけど、今回BBK のフィックスレンチ。はい、押さえ、トルクレンチ、受け側専用のレンチって書いてあるんで、こんな感じですね、見た感じ。こういう感じで使えるかと思うんで、今回ちょっとこれを試してみたいと思います。ちょっと仮止めして、締めていきたいと思います。はい。今、カチッとなったんですけど、わかったでしょうか？実際こんなにやりやすいことはないとは思うんですが、はい。こういう感じですね。しっかり、抑えられて、トルクもかかったということで、いいかなと思います。ですね。はい。ちゃんと抑えられてます。グリップについてるこのライン、あると思うんですけど、ここですね。これが実際トルクレンチを持つときに手のひらの真ん中に来てほしい位置みたいなんです。で、そうすると適正なトルクがかかりやすいっていうことでラインがついてるんですけども、実際これ見てもなんとなくわかると思うんですけど、位置が、まあ、ちょっとだけですけども、やっぱり後ろに下がることによって、テコの原理で小さい力でやれるのがいいかなと思います。